神奈川県の川崎大師で行われている風鈴市に涼を求め多くの人が訪れています。川崎大師で恒例の風鈴市が始まり、全国各地からガラスや鉄製など様々な種類の風鈴3万個が集まりました。連日の暑さの中、訪れた人たちはドライミストの下で風鈴が奏でる音色に涼を感じていました。風鈴市は21日まで行われ、30万人が訪れる見込みです。